プール遠藤スタメンでスロット体制初の白星獲得。プレシーズンマッチ、リバプール対ベティス。リバプールの未来アンミカの迫来明るい。ユーロとかワールドカップも面白いけど、やっぱリバプールとは雲泥の差がある。面白すぎる。スロットサッカーが思ってる以上におもろい。よく考えたらマクアリスターいないにあったな。なのにここまで繋げてるってのは進歩やな。いろいろ繋ぐサッカーしてるのに結局ゴール決まる場面は縦に速いこの力生かした攻撃なの面白いな。てかジョーンズ大丈夫かな。カークス継承であってくれ。この 4-2-3-1 システムにボラだから遠藤へかなりボールが回ってくるな。アンカーの時はどっちかというとおとりみたいな感じで実際ボール入ってきてもあまり前向けるような状況じゃなかったけど、そこは求められることが変わってきそう。この役割だとジョーンズとかマジでうまいな。なお両軍スタメンがこちら。遠藤は出てる時オンザボールは気になるところあるが、やっぱり交代後に守備が崩壊する。中盤のバランス的には遠藤攻撃的1枚が最適かもしれんね。サラー1アシストで結果は出してるけど、昨シーズンと同じでドリブルで引っかかるな。ブラッドリーがめちゃくちゃうまい。ソボスライが本来の位置で本来の能力発揮できそう。読みがいい。やっぱり風はいいのー。